声をね、例えば女性だったらコントラチェックとかにするときに、この間やった回線操作も入ってくるので、回線は覚えてますかみんな、ね、足の、回線操作もするんだけど、上からやるよ。肩甲骨の右側を後ろにすくい込みます。はい、そしたら左のここの胸鎖関節がかぶせ込みましたね。でそれを縦にこう使うイメージでしたよね。そしたら下にこのままいけば、下の骨盤は仙腸関節ここね、で右の仙骨がすくい込んだら左の恥骨はかぶせ取るんですよ、うん、でこれが縦にこう動く感覚が大事で、たらい回しじゃないよって言ったんだね。たらいで回るとバランスが悪くなるけど、背骨をここに落ち着かせといてこういう動きで回っていくって言ったよね。だから打つ時もこうやって打ったりすると一回転が回れるよってこの間言いましたよね。だそれが回線操作なんですよ。わかる？そしたらここに手を置いててもここでもいいから、まず右をすくい込みましたって言ったらね、この手も覚えてね、右をすくい込んだらこれ外旋なので、スーッと上に上がってきて、こっちは内旋するからこのズボンの脇でスーッとなっとるんよ。でこれを反対にスースーすすすすす、これを回旋操作でしたよね。で回旋っていうのは側屈がないです。だって体重両方で立ってるから。でそこに回旋にプラス側屈を入れると座骨がふっと上がって前、はい、そしてここから回旋を変えながら足後ろに行くと後ろってなったのよ。でこれが CBM の練習なの。すすCBM ってコントラリーボディームーブメントと言って、要するにコントラって何って反対って意味です。何が反対なんやねん。足が前に出たらこの出た方と反対の胸が出てるでしょ、これがコントラって意味なのね。でコントラリーボディームーブメントで前に出た、これは CBM で右足前進。はい、そしたら今度は CBM で右足後退。この時のね、注意点はね、見て、ちゃんとこの足がまっすぐ行ってること。まっすぐ。でね、どうしてもね、なんかこんなとこ行ったりするんだよ。こんなとこ行ったり、こんなことになったりね、さまざまなことになるから、ちゃんときちっと後ろ。で、その時ほら、側屈変わってるの分かります？座骨は左が高くて、右の座骨が下がってるんですよ。で、切り替えて、こうなった時は、右の座骨が高くて、こうでしょ。はい、す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 。すすすっていう一通り二通りで、今度は右に立って、はい、左の、ね、肩甲骨をすくい込みます。はい、そしたらこの仙腸関節もすくい込みかぶせ込みチームになりました。で側屈を入れれば左の足が前に出てきました。はい、 CBM で前進ですってこう出てくるね。さあ今度はこのままいっちゃったらサイドリードになりますから、ここで切り替えます。ほい、切り替えます。ほい、側屈も変わってます。はい、ここから全部切り替えて座骨も行く方が下がってますね。すっ、はい、すっ、すっ、はい、すっ、すっ、すっ、一歩も足をつかないで、変な筋肉に頼らないでできているんでしょうか。すっすってこういうことでしたね。何年しとかって思うかもしれないけど、そう簡単に問屋は下ろせませんので、うん、やっぱり最初はね、すごい筋肉で頼ってたりいろいろやってしまってるから、なんか筋肉と関節をこう固めてしまう動きというものをまずだんだん自分で見張って手放していくことです。そんで骨格がうまいこと積み上がるような筋肉しか使ってないんですよ。だから全然こういうガチガチの筋肉とか使わないでやるんだよっていうところが大事ね。